チコマイル塾。はい、どうも皆さんこんにちは、弟子1でございます。今回はですね、音速マイル修行ということで、実際にですね、7月、8月、9月、このね、約3ヶ月間を使って、最短最速でね、マイル修行を行い、上級会員を達成していく、そんなスキームをですね、ご紹介していけたらなというふうに思いますので、ぜひ楽しみにしていただければなというふうに思っております。で、今回はですね、SFC 獲得ということでね、まだ修行したことがない方向けの、ビデオになりますので、もしね、今回このビデオを見てくださっているあなた自身がね、今年修行しようかどうか悩んでるなとね、まあ結局ね、1年度、まあその1月から12月までですね、この中でマイル修行しなければいけませんが、もうね、終盤に差し掛かっていると、どうしようかなという時にね、今回このビデオ見られている方はこのスキームぜひですね、使って今すぐね、何より修行計画立てていただけるといいのかなというふうに思っております。で、今回めちゃめちゃラッキーなのがですね、2021年6月18日にですね、 ANA さんから神対応の方がやってまいりました。でね、プレミアムキャンペーンが2倍キャンペーンが延長するというですね、ありえないことをやってくださったわけですね。で、3月22から約9月30日まで約半年間もう修行してくれとね、言ってるよ、言ってばかり提案してるのと同じことだと思うんですけれども、ぜひね、皆さんこれ使っていただきたいなというふうに思っております。で、これね、非常にラッキーなのは、この今回のですね、プレミアムポイント2倍キャンペーンというですね、 ALA のマイレージクラブの会員様皆様が適用されるということなので、非常にこれラッキーです。なのでぜひですね、 ANA の、まだ会員になってない方はですね、すぐ会員になっていただいてこれやっていただけるとバッチリだと思いますので、ぜひですね、今すぐ修行計画立てていただけるといいんじゃないかなというふうに思っております。はい。でね、これ肝心なね、7月、8月、9月やってくれたんですけど、チケット高くないんですかってことなのでね、今回ですね、ガチンコマイル塾のですね、変態修行オタクがですね、いろいろと路線を調べてくれましたので、それを今日ね、皆さんに紹介したいというふうに思っております。王道路線でね、羽田、那覇、7月、9月ということでね、紹介していけたらなというふうに思っております。で、時間重視タイプ、これ今回ね、2つのパターンをね、想定して皆さんにお伝えさせていただくんですけど、1つ目がね、スーパーバリュープレミアムのね、28位ということでね、プレミアムクラスをメインに扱った修行の仕方で、もう1つが金額重視ということでね、実際にスーパーバリューの21と、28位もしくは75を使ったですね、修行のスキーム、この2つをですね、紹介していけたらなというふうに思っております。はい。で、なぜね、羽田岡路線、これ空港コードに今いきなり変わってるんでね、ついていけてない人は HND は羽田ですよ、岡は、沖縄ということでね、それぞれ空港にはですね、これコード名がございますので、それぜひね、覚えていただけると、修行僧としてもですね、非常に尊敬されてる、かなりやばいところまで来てやってるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、で、まずね、この大戸路線、はい、B7 だったりとか B8 とか結構大きい、機材が多いですね。はい。でですね、便数も多いですし、距離が長いのでね、PP タンクがお得ということでね、修行僧が多いのでね、中身しか生まれる。これね、実際に修行僧嫌いな方もいらっしゃるかもしれないので、なんとも言えないんですけれども、そういった部分がありますよね。で、乗り継ぎ時間もですね、これ見ていただけると分かると思うんですけど、那覇だとね、30分以上ということで、ちょっと短めになってますよね。はい。そんな部分がありますので、羽田岡路線というのですね、提唱させていただいておりますということになりますね。はい。じゃあ早速ね、ちょっと今回見ていきたいんですけども、まずね、今回のビデオでは SFC 修行ということで、5万 PP ね、これ超えちゃいたいよって人のための、話になってきますということですね。で、実際にこれ5万 PP なんですけれども、今回ね、 ANA さんの方でなんていうかな、また別の救済措置っていうのを出しているので、それをちょっと抜いての話になります。それを使ってクレジットカードとの決済金額との併用っていうのも今できますので、それをやっちゃうと今回の SFC でね、また別でカードで切っている場合はですね、500-600万かな、切っている場合っていうのはもうこれでダイヤモンドになっちゃってますので、そういった方もね、今回使えると思いますので、そっちのやり方をやりながらこっちをやるっていうのもありだと思います。はい。で、SFC 達成ルートということでですね、早速見ていきたいんですけれども、時間重視タイプは今回2日間でですね、修行の方を終わること可能になっております。で、金額重視ですね、
時間重視の方はちょっと費用の方も若干かかりますが、金額重視でいくとキャンペーンを、ね、最大限に利用していくので3ヶ月間で終わりになりますよというですね、そんなシミュレーションをしていきたいなというふうに思います。はい、でまずですね7月31日土曜、8月1日沖縄発ということで、これ左がですね羽田からですよね、羽田からでね、まず1日目の修行はこんな感じですね。朝6時35分から、夜の22時30分までもうひたすら修行という形ですよね。でここで、沖縄で方で一泊しまして、翌朝5時20分から早いですね、21時40分までね羽田ということで、これ丸々2日で、終わりますよね。もうほぼ休日飛行機に乗って終わるというね、状況になるんですけど、これだとね、2日で、10レグになりまして、これでねもう修行の方は終わりというね、ことになりますので、これ結構ねどうかな、ハードかと思うんですけどいいんじゃないですかね。はい、まあそんなわけでね、これ一つ目ということになっておりますね。はい、今こちらの方紹介させていただきました。で単価の方ね見ていきたいと思うんですけれども、スーパーバリュープレミアムの28ということでね、2倍キャンペーンも入れると、まあ1日14,000、すごいですね。で2倍になりますので1日で約3万 PP 近くもゲットというね、まあただコストの方がちょっとかかってますよね。はい、そこが唯一の難点なんですけれども、1日でねこんなに溜まっちゃうとね、国際線でもなかなか、ね、ここまでいけないんじゃないかなっていうふうに思うぐらいですね、溜まっちゃってますので、これ非常に良いですよね。はい、で、8月1日、のキロというか、まあ、キロではないですけれども2日目になりますと 28,600 ということでね、こんな、2日間でですねこれだけ溜まっちゃいますよということでね、もうすでに、5万オーバーしてますよね。はい、これで十分ということになってきますよね。はい、だった2日で修行完了ということでね、まあこれ日程の方をちょっと調整させていただいておりまして、まあ、7月ね、まあ、でやると大体43万円、500円で、8月の7、8でやるとですね42万9900円ですね。で PP 単価の方も 4.52 と 4.53 で、9月すごい安いですね。9月は、32万円できちゃうということで、これ結構美味しいんじゃないですか。はい、なのでね、まあ、9月は結構安くなっているということになっておりますということですね。まあ、40万円はちょっと超えてしまうということになってきますけれども、はい、そんなところが出てきますよね。はい、で、金額重視の SFC 修行シミュレーションということで、今回はですね7月8月の10レグをどっちか1本やっていただいて、あと最後8レグこっちありましたけど、こっち出てないな、9月の方にですね1本やっていただいて終わりっていうルートで、ちょっとですねお話をしていけたらなというふうに思っております。3ヶ月で18レグということでね、座席はスーパーバリューなので、ちょっとねプレミアムクラスよりは若干狭くなりますけれども、まあ、ゆったりね修行したい人はこっちがいいんじゃないかなという方向ですね。はい、スーパーバリュー28ということでね、これ見ていきたいと思うんですけれども、こんな感じですね。はい、じゃん、まあ、さっきと同じルートになりますけれども、7月に関しては19万6200円で、8月は22万6300円ということでね、 PP は同じになりますが、金額のはちょっと差が出てきますね。で9月、まだ安いですね。はい、PP の方も、1万1800ということでね、これでもう十分修行の方は OK ということになりますよね。はい、というわけで、今回金額重視ということになります。でこう7月8月どっちか1本入れていただいて、9月の方1本入れていただく、なので、まあ、7月8月どっちか修行してやるとですね、7月の方が結局安くなりますよね。これ7月と9月で、合計が32万円でね、実際に SFC の方可能ということになっておりますので、どうかな、もっと、ね、安い年ももちろんあったんですけれども、ただね PP2 倍キャンペーン、使えるんじゃないですかね。でまあ、最後の比較ですよね、これ見てみると思うんです、これで分かると思うんですけれども、もうとにかく、ね、今からもう40万で終わらせちゃいたいよとね、早く SFC のスーパーフライヤーズカードですね、クレジットカードのをゲットして、もうねとりあえず NS さん乗ったらね、まあ、ラウンジと最低限の、まあ、恩恵を受け取れるような状態にしたいという方はですね、まあ、このどちらかやっぱ選んでいただくといいと思うんですけれども、まあ、ちょっとね時間ないよという人はですね、左側のちょっとコストかかりますけれども、プレミアムクラスの方に、乗りまくると、
まあ、プレミアムクラスなんでどうなのかな、2日間結構でもきついかなと思いますけれども、人によってはね、なのでこれでバチッと終わらせちゃう人もそれでありなのかなと思いますね。まあ、どちらかというと機内の多分過ごし方っていうところでね、飽きない工夫が大事だと思いますので、思い切ってね読書したりとかですね、本を書いてみたりとかですね、仕事をしたりとか、何かね有意義な使い方できると、まあ、結構早く終わるんじゃないかなというところがありますよね。はい、金額重視タイプということでね、はい、こちらは3ヶ月間ということになってきます。はい、ただねこれ3ヶ月間ちょっとね、まあやっていかないといけないので、ちょっとその辺のスケジュール管理っていうのが必要になってくるというふうに思っています。ただもちろんねこれ重要なのは、この修行に対してもあのマイレージっていうのは月間付与されますので、それまた翌年使えますよね。約5万かな、もうちょっと貯まりますね。それをまた次の修行に回せたりできますので、実際はだからこのコストよりも安いっていうのがありますよね。その分マイレージっていうのが付与されるので、それをまた翌年使えますっていうところが出てくると、そんなにちょっとね、今回のような金額にはならないということになってきますね。はい、そんなわけでちょっと今回ね路線の方を紹介させていただいたのと同時に、このミニバイキャンペーン、やっぱこれねうまく使っていただいた方がいいですよね。ぜひこれを使ってですね、マイル修行、結果立てていただけると SFC 修行、最短2日でね終わりますので、ぜひですねうまく利用していただいて、マイル修行、2021年度もですね、まあ、2021年度やったことが2022年度に、ね、またつながってきますので、ぜひうまく修行していただけるといいんじゃないかなというふうに思っております。というわけで今回はですね、音速マイル修行ということでご紹介させていただきました。これまたね、ダイヤモンドと ANA のダイヤモンドプラスモアの方ですね、続きますので、もしね興味ある方は、いいねとねチャンネル登録していただけると、また月のビデオもね、漏れがなく見れると思いますので、ぜひねチェックしていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。今回はここで終わります。ありがとうございました。